はい、どうも三平です。今回は去年僕が実際に行った懸垂のトレーニングを見ていただきたいなと思います。で、行った内容は、持久力を高めるという目的、エンデュランストレーニングを行いました。というのも僕自身ね、今年このトレーニングでの目標の一つとして、懸垂を最低でも50回は連続でできるようになりたいという、目標をね一つ掲げております。なのでそれをクリアするために、いろんなアプローチで、そういう持久力を高めるためのトレーニングっていうのを行っています。で、僕自身ね、もともとその高レップ、高回数で行うトレーニングスタイルでやってはきているので、割と持久力には自信のある方だったんですけど、よりそこを伸ばしたいと、僕の強みでもあるかなと思うんで、そこを伸ばしたい、よりもっと世界レベルにまで、その能力、運動能力を高めたいというふうに、強く思い、今年に入ってからね、その持久力を伸ばす部分によりフォーカスしてトレーニング始めてきました。で、この数ヶ月でね、今日3月4日、この数ヶ月で結構ぐんぐん伸びてきてるなっていうふうに感じていて、なのでやってきてることっていうのはそんなに間違ってないのかなっていうふうにも思っています。はい。で、今日ね見ていただきたいのも、そういう僕と同じように、懸垂の最大回数伸ばしたい、懸垂に限らずですけど、どんな種目であっても、最大回数を伸ばしたいとか、あと長時間運動しても疲れにくい体作りをしたいとか、そういう能力を高めたいとか、そういう方には一度見ていただきたいかなと思います。伸び悩んでる方はね。で、何か盗める、いいなと思える、トレーニングのアプローチだったりとかあれば、どんどん盗んでいただいて、ご自身のトレーニングに取り入れていただけたらいいかなと思います。で、今日ねお見せするのも、あくまで一例です。で、本当に僕はそのトレーニング同じようなことってあんまりしないようにしてるんで、はい、あくまでも一例ですけど、こういう感じでやってて、僕自身持久力高まってきてるよっていう、一例としてね見ていただけたらいいかなと思います。では早速見ていきましょう。はい。今回は、僕もこうやって映像を見ながら横からちょっと話していこうかなと思います。はい。今日はね、まず11キロ荷重して懸垂20回、これを3セット行いました。4分間の休憩入れて3セット行いました。これね、ちょっと今日実験的にやってみました。というのも、11キロ荷重して懸垂30回できそうな気がしてやってみたんですけど、さすがにそれはちょっと無理で、まだ早かったですね。なので20回に留めておいて、それを3セットやってみました。でも1セット目割とこうノンストップでできたっていうのは、良かったかなとは思います。はい。これ2セット目の様子、ちょっと2倍速で送ってます。さすがにちょっと2セット目と3セット目は、ノンストップでやるっていうことはちょっと難しかったんですけど、11キロ荷重して懸垂20回を3セットできたっていうのは、僕の中では、割と評価できるんじゃないかなとは思っています。成長できてるかなと感じています。結構今日ね、この一発目で割とハードなことをしたんで、この時点で結構腕とかパンパンでした。背中にも入ってきてましたね。でもここから、そこからまだハードにトレーニングすることによって、そういう疲れた状態であっても、パフォーマンスできる、能力、身につくんで、まだまだここから頑張りました。はい。次はね、いいもむ ×10 回、8回の懸垂を11キロ荷重で行いました。トータル80回ですね。11キロ荷重で。最近いいもむされてる方すごく、見ますね。やっぱり本当にいいもむおすすめだと思います。持久力を伸ばす、そういうことに限らず、どんなことでも使い勝手のいい、トレーニング方法だなと思います。今日はいいもむ、トータル合計3個か4個違うバリエーションでやりました。これ2つ目ですね。次はいいもむ ×10、これも11キロ荷重で、デッドストッププルアップを5回、デッドストップ、こうトップポジションでワンポーズ入れます。
上げてすぐ下ろすんじゃなくってトップポジションで、まあ、ワンポーズ入れて下ろすと、まあ、これデッドストップって呼びます。まあ、これでね、まあ、目的としては、まあ、そのウィークポイントを改善するという、まあ、目的でやっています。これは2つ目でしたね。で次 EMOM3 つ目のアプローチとして、これはもう完全ボディウェイトで10回の懸垂を10秒で行う、まあ、1回を1秒で行う、まあ、そういう何だろう、速さをね、スピードを意識して行いました。結構ね、まあその速さスピードを出すっていうのも、まあこれはまあ筋トレかつ、まあ、練習っていう部分もありますね。練習していかないとここはやっぱ成長しない。なので次、EMOM4 回目のアプローチとしては、あ、これ EMOM じゃないや、ごめんなさい、30秒です。なんで5回懸垂を5秒でやって25秒休憩、まあ、ちょっと EMOM っぽいですけど、はい、それを20回行いました。まあ、トータル10分ですね。はい、まあ、これもそのスピード下ろしてすぐ引き上げるっていうパフォーマンス能力を上げたいんで、まあ、練習がてらやりました。はい、で次はグリップ力の、まあ、なんだろう、持久力も高めたいので、まず1分間デッドハングぶら下がります。はい、これちょっと映像は、3倍速かな、はい、4倍速にしてるかな。はい、でその後降りずに10回懸垂を行うと。はい、これね、かなり前腕にも効きましたね。でこれは3分休憩とって、3セット行いました。はい、グリップ力を伸ばしたい方はかなりおすすめのアプローチです。で、まあ最後ですね、これが最後、10回懸垂してから、アイソメトリックホールド20秒を、ミドルポイントですね、なんで肘の角度が90度ぐらいのところで20秒間ホールド。はい、このアイソメトリックもね、やっぱりそのなんだろうな、懸垂最大回数伸ばすために非常にいいアプローチです。まあ、これも、まあ、そういう弱い部分っていうのを改善する、はい、アプローチですね。いいですね。これも2分休憩して3セット行いました。本当はここから上げたかったんですけど、まあ、上がらなかったんで、はい、10回やって20秒アイソメトリックホールド、はい、それを3セットやりました。はい、以上がね、今日のトレーニングでした。はい、まあだいぶね、さらっと流してみていただきましたけど、どうでしたかね。まあ、何か参考になる部分あれば嬉しいです。で、まあ、最後にワンポイントアドバイスというか、まあ注意点、こういうエンデュランストレーニングをする際の、まあ、注意点としては、まあ、僕の経験も踏まえ、あと結構海外のアスリートもこういうことを言ってる方多いんですけど、こういうね、エンデュランストレーニングがっつりするのは、まあ週2日ぐらいに留めておく方が、まあいいかなとも思います。あ、というのも、いくらね、筋肉の回復が追いついていたとしても、あまりね、ハードにエンデュランストレーニングを、高頻度でやりすぎると、筋肉より神経がね、バテてしまいます。で、この神経がバテると結構厄介で、本当に、まあ、人によってはやる気が全く出なくなったりとか、あと僕も実際やったのは、もう全然やる気はあるけど、で筋肉もそんな疲労感感じないのに全然力が出ないとか、まあ、そういうことに結構なったりするんで、はい、そこはね、頭に入れといた方がいいかなと思います。で結構この神経がバテると厄介です。筋肉の回復より神経の回復はもっとね、ずっと時間が長くかかるっていう風に言われてるんで、はい、あまりバテさせないように気をつけてトレーニング、まあ、頻度とかメニューとか組んでやるといいかなと思います。はい、でまあ別にそこまでめちゃめちゃ高頻度でやらなくても、まあ、結果っていうのはついてくると思うんで、はい、そこを意識して、まあ、トレーニング組んでみるといいかなと思います。はい、まあ今日はそんな感じでした。はい、まあ最後までご視聴ありがとうございました。はい、またまた、どうもー。